どうもこんばんは、中野篤です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーがだいたい2億6000万か。ってことは1等は出てるかどうか。ああ、1等該当なしで2等が7口で約1000万か。それでは、ボーナス数字から見ていきたいと思います。ボーナスが20。20は予想してないな、多分。それでは本数字見ていきたいと思います。緊張するけど。14、14、21、42、38、14だけ。14だけやな。いや、今回はかなり、難しい。今回はっていうか、今回もうか。10番台から始まってる。一桁がないから、かなり難易度高いな。一つしか一致してないか。14だけやもんな。21、3、10、38、42ないもんな。二口目も、42だけか。だけやな。いやー、40番台2回続けて2つ出た。かなり難易度が高いな。2回連続。まあ、とりあえず、当選数値書こうか。いやー、むずい。2回続けて40番台はなかなか予想ができへんな。14、21、30、38、40、42と。よし。まあ、気持ちを切り替えて、明日はロト6の予想か。したいと思います。いやー、2回続けて40番台が、2つ出てるのは、なかなか予想ができない。まあ、明日からまたロト6予想始めたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。